はい、おはようございます。キャプテンヤスのバイブルトークです。今日は11月の18日ですね。18、ローマ書の11章の1から10までです。ローマ書11章に入ったんですけども、ちょっと今までのところですね、パウロの、この必殺技の一つですね、ディアトリベ、論法、こう対話してね、自分で対話するというか、私は尋ねますっていうところが、例えば9章の14節、それではどのように言うべきでしょうか、神に不正があるのでしょうか、決してそんなことありませんって、自分で質問しといて自分で答えると。例えば19、20、するとあなたは私にこう言うでしょう、それではなぜ神はなおもう人を責められるんですか、でそれに対して、なんでお前神様に言い返してんだと、ね、言い返してないんですけど、自分で言って自分でと。10章だと18節、では私は尋ねます、彼らは聞かなかったのでしょうか、いいえ、むしろ、ね、彼らはそうではありません、聞いてましたと。例えば19。では私は尋ねます、イスラエルは知らなかったのでしょうか、そんなことはありません、知ってましたと。で、11章ですが、11章も1節も同じディアトリベ、レゴウーンか。レゴウーン。それでは尋ねますが、神はご自分の民を退けられたのでしょうか、決してそんなことありません。この私もイスラエル人で、アブラハムの子孫、ベニヤ民族の出身です。神は前から知っていたご自分の民を退けられたのではありません。それとも、聖書がエリアの箇所で言っていることをあなた方は知らないのですか、出てきたね。また、旧約聖書。エリアはイスラエルを神に訴えています。主よ、彼らはあなたの預言者たちを殺し、あなたの祭壇を壊しました。ただ私だけが残りましたが、彼らは私の命を狙っています。バールとの戦いのところですね。しかし、神が彼に告げられたことは何だったでしょうか。私は私自身のために男子7000人を残している。これらの者はバールに膝をかがめなかった者たちであると。ですから、同じように今この時にも恵みの選びによって残された者たちがいます。恵みによるのであれば、もはや行いによるでは、よるのではありません。そうでなければ、恵みが恵みでなくなります。ではどうなのでしょうか。イスラエルは追い求めていたものを手に入れず、選ばれた者たちが手に入れました。他の者たちは頑なにされたのです。神は今日に至るまで、彼らに鈍い心と、見ない目と聞かない耳を与えられたと書いてある通りです。ダビデもこう言っています。これは列王記かな。彼らの食卓が彼らにとって罠となり、落とし穴となり、つまずきとなり、報いとなりますように。彼らの目が暗くなり、見えなくなりますように。その腰をいつも曲げておいてください、ということで、10節までですね、今日ね。ここもね、もう気休ますはもういいかなと思いますけど、ここも気休ますことにちなみになってますので、で簡単です。中心は5、6と。で、ここの、テーマというかね、言いたいことも、恵みですね。恵みによって、で、ただね、ただ恵みじゃなくて、恵みと選びと、さらにそのね、恵みによって残されたものがいると。この話の中でエリアのところでね、バールに膝をかがめなかった7000人の預言者、ですかね、の話が出てきます。この残されたもの、こうレムナント、ヘブル語だとシュエリートって言うんですけども、これはもう聖書の中に何度も何度も出てくるし、私たちのこのね、このかな、今も常に神様の戦略として必ず残すと。イエス様もそうですよね。こう切り株の、ひこばえとして、イエス様はこうね、必ずこう残される、守られるんですけども、クリスチャンも同じように、必ず絶滅させられそうになっても必ず一部が残される。こうとかな、滅びに向かっているようでも必ず一部が残される。モーセの時、モーセ、もそうですし、ノアの方舟もそうですし、モーセの話もそうですし、こうピンチの中で必ず残されると、っていうものがありますね。ただその時に、残されたもの、選ばれた者たちが自分を誇ることがないように、恵みによるのであれば、もはや行いによるではありません。そうでなければ、恵みで恵みが恵、
恵みの選びによって残された者たちがいますというふうにここでは言ってるんですね。この恵みというのは行いによるんではなくて、まあ、行いによったら恵みじゃなくなっちゃうからね、神様によってたまたまというか神様の九章十章といった神様の主権によって残される者たち、取っておかれる者たちがいて、それを、この守衛リートというね、ものがありますと。今日まあ短めなんですけども、ここから11章にその神様の奥義というか、パウロの言いたいこと、そのまとめというかね、9、10ときて11でその一番大事なところに入っていくということで、今日ちょっとね、照明が入りましたんで眩しいんですけど、こっちね、なんかやり方いろいろ考えながらやっております。はい、それではまた、ごきげんよう。あと髪の毛も切りました。ちょっとね、ここのとこですね、なんだろう、娘の結婚式で切り、次また娘の結婚式で切り、でその後ゆうすけの結婚式で切り、今回は娘婿の実家というかね、まあ挨拶に行くという理由で切りましたと。最近こういい感じでそのね、まあ、別に普通に行けばいいんですけども、そんなことになってますので、それではまた、ごきげんよう。